部隊パッチ空軍 WC-130J ハリケーンハンターハリケーンハンターとは、米国国内において、特定の航空機を用いて、熱帯低気圧の内部に入り込み、その気象状態の情報を収集する飛行機や、その隊を指す故障である。主な観測地域は北、アメリカから見た北大西洋、北東太平洋、インド洋、西太平洋地域など。北、 大西洋ではハリケーンに直接飛び込み、北、太平洋地域においては、中心観測だけではなく、その周辺地帯の観測も行っている。アメリカ空軍所属のタイフーンチェイサーズ、タイフーンチェイサーズ、米国海軍所属である、タイフーントラッカーズ、タイフーントラッカース。その後、航空機や船舶と運用する人員は、アメリカ海洋大気庁のアメリカ海洋大気庁。 地官部隊に再編され、ノアハリケーンハンターズとして任務を継続している。航空機はフロリダ州タンパにあるマクディール空軍基地に併設された航空機運用センターを基地とし、整備や補給などはマクディール空軍基地の支援を受ける。このためシシッピー州ビロク市、キースラー空軍機所属の偵察飛行中隊である第53天候偵察中隊は、 気象観測目的での11機の WC-130J によって運用され、一般にハリケーンハンターとしてよく知られている。気象観測目的での運用が始まり、天気予報に革命をもたらした気象衛星が登場した今日においても、気象衛星では熱帯低気圧内部の気圧、風速が計測できないため、ハリケーンハンターの活動は現在においても、 重要視されている。航空機は衛星での判別ができる、それ以前に熱帯低気圧が形成される兆候を検出し、現場へと向かう。また実際に収集された中心部の気象データは、熱帯低気圧の発達度合いや移動方向などを予測する上で重要な判断材料となる。使用航空機には高性能ドップラーレーダー、透過式、 GPS ゾンデなどの気象観測用の専用機材、ゾンデの計測したデータや機体に着想された観測機器などの情報を衛星を通じてリアルタイムに送信するため、それに伴う最新通信機器も搭載されている。その他、空軍運用中の WC-130J の操縦席はグラスコックピット化などの最新アビオニクス機器に換装されている。集積データは フロリダ州にあるノア国立ハリケーンセンターへと送信され、気象衛星データにこの観測値を加味し、随時最新のハリケーン予報が発せられている。航空機や船舶の運用などは、アメリカ海洋大気庁士官部隊が担当する。飛行中の WP3D のコックピット高度を300メートルから3000メートルで、ハリケーンに中心に向け直線飛行を行い、 勢力が一番強い赤乱雲の箇所をめがけ、飛び込み反対方向へと抜けた後、270度反転し、再度中心部へと突入する。これを4回繰り返し、目の平均位置を割り出している。また平均飛行時間は11時間にも及び、そのうち6時間はハリケーン内部の飛行である。この航空機を用いストーム観測を行う概念は1930年、初頭。 WL ファンズワース隊員によって提案され、その後、合衆国気象局の支援の下、ストームパトロールビル、ストームパトロールビルと名が付けられ1936年6月15日に、アメリカ合衆国会員、上院を通過し法案が成立した。ハリケーンに対する世界初の観測目的の飛行は、第二次世界大戦最中に、テキサス州ヒューストンを襲った。 サプライズハリケーンの際に観光された。これは操縦士の間の賭けがきっかけとなったと言われている。1943年夏当時、テキサス州ヒューストンにあるブライアン飛行場ではイギリス人飛行訓練生が景気飛行の訓練を受けていた。そこにサプライズハリケーンが接近した際、同僚のアメリカ人飛行士たちは T-6、練習機を退避させようとした。 その様子を見たイギリス人訓練生たちが T-6 練習機の構造的な欠陥を上げつらったところ主任教官であるジョーダック・ワース大佐は T-6 を自ら操縦してハリケーンの目に突入し安全に帰還してみせたこの最初の飛行の際にナビゲーター席にはラルフ・オヘア注意が登場していたが直後に観光された2度目のハリケーンの目に向けた飛行の際には 基地の気象担当官であるウィリアム・ジョーンズ・バーディック、中尉が同乗した。この飛行によって、ハリケーンの内部を飛行機から観測できることが証明され、以後、不定期に観測飛行が行われるようになった。その後、1946年に初めて、ハリケーンハンターの名が使用され、この名称が今日まで受け継がれている。1974年、グアム島。 アンダーセン空軍基地の第54気象偵察隊台,台風ンチェイサーに観測機への改造を受けたばかりの WC-130 が配属された。この機体は1974年10月にフィリピンに大きな被害をもたらしたベス台風の観測に派遣され、フィリピンのクラーク空軍基地からスワン38というコールサインの下で観測に出発したが、 1974年10月12日に台風の命の2回目の突入前に更新を経った。更新記録からは、機上で異常事態が発生したことは伺えなかった。機体あるいは、乗員の痕跡を発見することなく捜索活動は終了し、乗員6名は、全員、任務上の死亡とされた。スワン38号は、数少ないハリケーンハンター任務中の遭難であり、 WC-130 としては唯一の例である。1989年、一機の WP-3D がハリケーンヒューゴ観測中に乱気流に巻き込まれ、設計限界を超える G がかかり3番エンジンから出火した。燃料の供給停止により消火式機体にもダメージがないと判断したため3発で観測を続行、共に観測を行っていた。 WC-130J の誘導により基地に帰還した。事故調査により燃料の供給システムに問題があることが判明し、原型機である P-3 にも改善案が示された。また、初回の突入時には高度5000フィート以上からハリケーンに侵入する要観測法が改められた。この事故は命令、航空機事故の真実と、 新装第11シーズン第6話イントゥーザーイオブザストームで取り上げられた。詳しくは、1989年、アメリカ海洋大気庁 P-3、エンジン喪失事故参照。航空機運用センターの、専用ハンガーアメリカ海洋大気庁、所属 WP、3D オライオンアメリカ海洋大気庁、所属ガルフストリーム 4SP。ありがとうございます。